はい、どうもこんにちは、ケンジです。本日ね、紹介するスニーカーなんですけども、結構癖のあるスニーカーっすよ。多分みんなあまり買ってないんじゃないかな。まあ買ってる人もいるかもしれないんですけども、僕的には結構好きなスニーカーを紹介していきたいなと思います。それでは今回購入したスニーカーはこちらです。はい、というわけでね、もう箱見ればわかるイージーブースト380、今回こちらを購入いたしました。こちらなんですけども、ビリーズで購入していただきました。発売当初は結構余裕があった感じですね。ただちょっと余裕があったって言っても、そんな1時間とか残ってたわけじゃなくて、5分以内には結構大きめのサイズとか売り切れたんじゃないかなって思います。で、肝心な中身はね、こちらになります。じゃーん、はい、こちらです。これね、結構癖ないっていう感じのスニーカーですよね。ちょっと前にファーストモデルエイリアンが発売されました。2作品目ですね。こちらイージーブースト380ミストカラーというものが発売されました。こちらなんですけども、リフレクティブと、あとね、ガールズサイズとかちっちゃいサイズかな、ちっちゃいサイズとの展開だったんで、数的には多かったんじゃないかなと思います。これはリフレクティブじゃなくてノーマルバージョンなんですけど、ノーマルバージョンはね、あんまり多分海外的にもね、人気がないんじゃないかなって思います。僕がアメリカのロサンゼルスで見た時はちょっとなんかプレネぐらいになったんですけども、そんなに日本ではみんなワーワーキャーキャー言うほどのものではないと思います。こちらはね、イージーサプライの方で販売がありまして、その当時はリフレクティブといろいろ発売されて、まあアメリカでは先行販売されてた一足になります。ていうか、もうそれで販売終わりなのかなって個人的に思ってて、アメリカで買うかどうかっていうのはかなり悩んだんですけども、そっからね、日本で発売されるっていうか、全世界かな、リリースされるっていうことを後から知り、あ、プレネで買わなくて本当に良かったなと思う一足でした。こちらのスニーカーを細かいところとかをね、みんなとねシェアしていきたいと思うので、こちらをどうぞ。はい、それではね、中身の方を見ていきたいなと思います。こちらのね、イージーブースト380はね、中国でもね、もう結構フェイクとか作られていたんで、細かく見た方がいいんではないかと個人的に思います。それではね、見ていきましょうというわけなんですけども、結構ね、これ350に比べてちょっと厚みがある気がしますね。350よりも若干でかいのかな。うん、若干でかい、幅がでかいですね。で、こちらね、こういう表記になっております。ビリーズで僕買ったんですけど、こちらにもなんか書いてありますね。これはビリーズ特有のシールなのかもしれないです。はい、中身の方はね、こんな感じになっております。結構ね、偽物の場合、この髪がね、短かったりとかするんで、皆さん気をつけてください。結構この髪がね、お粗末なことが多いかな、イージーの偽物は。見た感じなので、この髪もね、ちゃんと、イージーは最近はやっぱり物が多くなっているんで、それこそ友達とかにね、この髪ちょっと触らせてもらったりとかして判断してみるといいかもしれません。はい、中身はね、こんな感じになっております。やっぱファーストのモデルであったね、エイリアンに比べて相場ってのはかなり低いかなって個人的に思います。StockX とかでもアメリカで若干高かったんですけども、やっぱりリフレクティブとかの方が圧倒的に人気があったかなって思います。僕行った時にはこれ先行販売されてるのしかなかったんで、そんなに多分今行ったらかなり値段が下がってると思うんで、もし日本でプレネとかで買うよりも、アメリカ行く予定のある人とかだったら、アメリカの方はもしかしたら安く買えるかもしれません。多分3万切るんじゃないかなって個人的に思います。こんな感じになっておりまして、ここの部分がね、靴下がおそらく見えるんじゃないかなっていうデザインになっております。結構これ薄いですね。だから冬とかこれ履いてたら多分めちゃめちゃ寒いと思います。で、これね、履き心地なんだけどね、ウルトラブーストかな、なんかそれ系でさ、こういう足の履き口がすごい締まってるようなスニーカーあるじゃないですか。それにほぼ近いかなって感じで、でもね、一回履くとね、これね、ほんとこうヒールがすごい厚いんで、結構背がね、高めになるというね、靴なんで、シークレットブーツ的な感じで、ね、履けるのでね、割とおすすめです。色味がね、ちょっとね、秋っぽいよね。秋をイメージするような配色なんで、パンツはね、結構暗めとかだと合うんじゃないかなって個人的に思います。はい、靴底はね、こんな感じになっております。イージーブーストって作りに差とかがあんまりないんで、そういう部分ではいいかなって個人的に思います。結構イージーブースト350と違って好き嫌いがすごく出ると思うんですけども、割と僕個人としては結構好きだなって思います。できればね、今回ね、リフレクティブね、変えたらよかったんですけど、リフレクティブっていう存在をね、僕知らなかったんで、まあ、しょうがないですね。イージー公式で買うのはちょっとね、無理なんで、僕はもう諦めています。
はい、そんな感じになります。こちらのスニーカー結構癖がありますよね。多分嫌いな人は嫌いだし、好きな人は好きなんじゃないかなと思います。僕はね、ちなみにとてつもなくねかっこいいなと思っている一足で、ファーストのエイリアンを買ってっていうのもあるんですけども、集めていきたいなって思うねスニーカーシリーズとなっております。イージーブーストね350ね、あまりにも数が多くてね、もう買うのやっぱ結構しんどい人もいるんじゃないでしょうかね。脱線しても380とかをね買っていきたいなと思います。これ結構いいと思うんですけどね。ね、皆さんどうですか。はい、という感じになります。まあ皆さんもぜひよかったらね380買えとは言わないんですけども、評価をね再評価っていうのをねしてみてくださいという感じになります。はい、そんな感じで今回の動画を終えたいと思います。この動画がいいと思ったり参考になったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。こんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。